今日は一脚について解説をしたいと思います。一脚と言いますとどのようなイメージがあるでしょうか。スポーツ撮影なので非常に大きなレンズを使ってですね、撮影をするという時にものすごく太い一脚を使っているイメージがあると思うんですね。もちろんそれが一つの使い方ですし、例えば鳥を撮る、もしくはスポーツを撮るということになると、そのぐらい大きな一脚が必要ですし、また手でずっと持っているということはなかなかできませんので、そういった時には大きいレンズを支えるだけのですね、非常に大きな一脚が必要なんです。ここで今回説明するのはそうではなくて、あくまでも手持ちで撮影するには心もとない、しかし三脚を使うほどの状況ではない、三脚がまた例えば使えない、そういった時にですね、少し、補助的に使える一脚はないかということの説明をします。補助的に使う一脚としてはこのぐらいのサイズの一脚でいいと思います。非常に小さくて細くて心もとない感じがするかもしれませんけども、一脚は使い方次第でですね、結構いろいろと使えますので、細くても補助的に使うには十分大丈夫だと思います。それとですね、こちらに自由運台がついてますけども、自由運台がついてた方がいいですね。なぜかというと自由運台をつけないと横位置でしか撮れません。縦位置の時には一脚が使えなくなってしまいますので、こういう風にしないと縦位置になりませんから、一脚目は譜面をなさないということですから、自由運台がついていて、このようにですね、縦横が変えられるものの方がいいと思います。取り付けはこのようにクイックシューがついているタイプの方が素早く撮影ができます。これをですね、このようにするだけでロックされます。それでは実際にですね、どのような形で使うかということを説明させていただきます。こちらはですね、ワンタッチで全て伸びるタイプのものです。このようにして一気に伸びます。そして本体で染み込む形になります。高さはですね、いろいろ調整できますので、ご自分の身長に合わせて高さを調整していただければいいんですけど、例えばこのぐらいにします。このように設定をしてですね、一脚が設置できるわけですけども、それともう一つ気をつけていただきたいのはここの部分です。ここのところにですね、ネジがこのように運台がネジでついてるわけですけども、このネジの部分がですね、緩んでる場合がありますから、必ずちゃんと締まってるかどうか確認してください。ここですね、基本的にですね、よく見てるとこんな形でですね、取ってる場合があります。これ非常に不安定ですよね。このまま離れて、体から離して使うと非常に不安定ですので、これはですね、体に密着させます。一脚を体に密着させて固定します。縦位置に関しては、こちら側にした方がいいですね。ただ、少し緩む可能性があります。ですので、必ず手で支える。あくまでもカメラの補助として使っていただく形です。このようにして撮影します。それでは実際にどのようにして撮影するかを見ていただきたいと思います。今回はあえて厳しい条件で撮影をしてみたいと思います。室内でですね、300ミリの焦点距離開放で撮影をしています。シャッタースピードが15分の1秒というかなり遅いシャッタースピードです。300ミリで15分の1秒がかなり遅いです。それではその撮影を見てください。まずこのように構えてファインダーを乗せて写真を撮るわけですけども、手ブレ補正はオンにしておいてください。手ブレ補正が入っていないとさすがにちょっと厳しいと思いますので、密着させます。そしていつもと同じような構え方ですね。いつもと同じように構えます。こちらが、15分の1秒、絞り 5.6 で撮影した写真になります。色の調整だけはしてますけども、ホワイトバランスをとって、仕上げた作品です。基本的にはストレートのまま、ピントの加工、シャープ、明瞭度等は入れてません。そのままの書き出しの状態ということですね。こちらですね、拡大してみましょう。こちらの画像を拡大すると、ピクセル等倍、このような状態になります。少しやはり甘さがあります。これは開放、絞りを開放で撮ってるということもありますし、倍率がですね、かなりの倍率で伸ばしていますので、厳密に言いますと若干のブレはありますが、ほぼ問題ないレベルだと思います。これはピクセル等倍、すなわち通常のですね、画面の20倍から30倍近く拡大してますから、このぐらいの作品であれば十分問題はない作品になると思います。
まあ、条件が非常に悪く開放でですね取ったということもかなり厳しいということは言えると思います。そしてこちらが通常の撮影です。通常この距離で300ミリで撮影しますとやはりこのぐらいのブレが生じてしまいます。見て一目瞭然だと思うんですがこの状態ではかなりブレているということが言えると思います。データは全く一緒です。拡大して見てみましょう。まあこの時点でピントが甘いのが分かると思うんですがこのぐらい違いが出てしまいます。やはり一脚を使うということの有効性が認められたと思います。もちろん、この今回のですねかなり厳しい条件ですから通常であればほとんど三脚でなければ不可能だという条件です。この条件でもですね、今回のような撮り方をすればまあまあ十分写真として表現できるレベルに収まると思います。一脚の使い方はその使い方が問題であって、単純にですねただ使えばいいということではないので今回の動画を参考にして撮影をされるときにはきちっと体にですね当ててホールドして撮るというイメージで撮影をしていただければと思います。縦位置で撮影するときにこの形で撮影をした方が撮影はしやすいんですが緩む方向になります。緩む方向になるということは非常にブレやすくなりますので気をつけてください。ただやはり逆でこの方向の方が安定をしていると締まる方向になるので安定はしているんですけどもその分ですね構える時が慣れていないと非常にこうこの位置がですねホールディングが難しくなります。まあ慣れればどちらでも結構だと思います。ただあくまでもこちら側に三脚をした場合にはですね緩む方向になりますので、まあ、手で押さえてあげないとならないということになります。まあその分ですね保持がしっかりしませんけどももう構え方によってですね、撮影がしやすい方向で、構えていただいた方が、まあ、撮り方としては非常に撮りやすいのではないかと思います。近くにですね何かこう当てるものもしくは下にですね岩があるとか岩にはその岩にですね少し一脚を当ててあげます。そして、自分の体を当ててより固定化を図るということをします。あくまでも固定をされているという状態が大切です。一脚ですので、必ずその固定を、体で固定をする。もしくは何か物で固定をするというふうにした方がいいと思います。例えば柱があればその柱を使ってですね、一脚を使って固定をさせるという形ですね。柱を使ってそこに当ててですね、固定をさせるというふうな形で使った方がいいと思いますね。今回説明したのはですね、簡易的な一脚です。非常にしっかりした もっとしっかりした一脚もあると思います。ただ一脚というのはですね、まあ、目的がいろいろあると思うんですね。ですのでスナップ写真的に撮ってなおかつちょっと手持ちで撮らなければならない、しかもですね長い時間構えているのは大変だというような時とかですね、ちょっとした時に手持ち撮影では撮りにくいといった場合にですね何か保持するものが欲しいというような時の一脚として使うのであればこのぐらいの感じでいいと思います。参考にしてみてください。